こんにちは、和田田光恵です。今日は1994年に自費出版をしたキッズハウスという本の中から一つ春らしいエッセイを読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。春のあやとり。オフィスの窓の外には光があふれていた。2階の窓からは都会の真ん中をさらさら流れる大きな川に沿って柳の木々が立ち並んでいるのが見えたが、そのしなやかな枝々には薄緑色の新芽がそこここから吹き出していた。柳の木の下に散歩をしているらしい初老の男性の姿があった。ゆっくりした彼の足取りは重い感じではないのだが、そこをただせわしなく通り過ぎる人々の足並みとは一線を画していた。彼は心の底から春の息吹を楽しんでいる様子で、川面でキラキラ跳ねている鏡の破片のような光をまぶしそうに眺めたり、目の上でほんの微風にも揺れる柳の木の枝の新緑に目を凝らしたりしながら一歩一歩を大切そうに歩いていた。こうしてまた春と再会できたことを喜んでいるようにも見えた。ふと彼の歩みが止まった。柳の枝にしわの刻まれた男の手がつと伸ばされた。何をしているのかしら。私は窓におでこをくっつけた。どうやら彼は風のいたずらで絡まってしまった柳の枝を静かにほどいてやっているところらしかった。男と柳の木はあやとりをしているように見えた。和田光恵、ご視聴ありがとうございました。今日はモンステラという観葉植物と一緒に撮ってます。この子たちは最初うちに来た時だいぶ小さかったんですが、ぐんぐん成長して今からまた春を迎え、もっともっと成長すると思います。楽しみです。じゃあね皆さん、またねー。